ジョバンナ・ディ・サボイアは、ブルガリア王ボリス三世の日、ブルガリア語では、イオアンナ・サボイスカと呼ばれた。イタリア王、ビットーリオ・イマヌエーレ三世とその日で、モンテネグロ王、ニコラ一世の娘であるエレナの間の第四子として、ローマで生まれ、ビラ・サボイアで育った。ジョバンナは幼い頃から、政略結婚の駒として、サボイア家の繁栄を支えるという自身の使命を自覚していた。 1930年10月、アッシジにおいて、ブルガリア国王ボリス三世と結婚した。婚礼は、花嫁の宗派であるカトリックの儀礼に則っ,ったもので、あり、国家統領のベニート・ムッソリーにも出席した。この結婚は、結果的に見れば、イタリアに何の利益ももたらさなかったが、ジョバンナの母、エレナが、スラブ人ということもあり、ブルガリア国民は新王妃を心よく歓迎した。 ジョバンナは、ブルガリアの首都ソフィアに到着すると、夫の宗派である、正教会の儀礼に則っ,った二度目の婚礼を挙げたが、カトリック教会は二度目の婚礼に不快感を示した。結婚後、ジョバンナはブルガリア語読みのイオアンナという名前を、使うようになった。1933年には、長女のマリア・ルイザが、1937年には、長男で王太子のシメオンが生まれた。オアンナは、 ブルガリア王妃として小児科病院に有志を行うなどの事前活動に熱心に取り組んだ。第二次世界大戦が始まると、イオアンナは多数のユダヤ人たちをアルゼンチンに避難させるために必要な通行ビザを発行させるなど、数軸国側になびきがちな夫ボリス三世に対するバランサーの役割を果たした。やがて、ボリス三世は見かけよりもドイツ相当。 アドルフ・ヒトラーに従順でないことを示し始めたが、1943年8月に、ベルリンでヒトラーと会談して帰国した直後に休止した。公式発表では、死因は、心臓発作とされたが、ヒトラーによる毒殺を疑う声が、ブルガリア国内で高まっていった。イオアンナの幼い息子シメオンが王位を継承し、ボリス3世の弟で、心独的とみなされていた。 プレスラフ公キリルが幼い国王の摂政に就任した。大戦末期、ブルガリアはソビエトの侵攻を受け、クーデターの勃発で新独政権が倒された。摂政公、キリル王子は1945年に人民法廷で有罪を宣告されて処刑された。ヨアンナと二人の子供たちは1946年までソフィア郊外のブラナ宮殿で軟禁状態に置かれていたが、 新しく成立した共産党政権は、シメオン2世とその家族に48時間以内に国外に退去するよう命じた。イオアンナは子供たちを連れて、両親の亡命先であるエジプトのアレクサンドリアに逃れ、ついでマドリードに移った。1962年に、シメオン2世が、スペイン貴族の娘、マルガリータゴメスイコールアセボと結婚した後、イオアンナは、 ポルトガルのエストリルに移り、ブルガリアで、社会主義政権が崩壊した後の1993年に、ボリス3世の墓を戻れた以外に、ブルガリアへ戻ることなく、この地で余生を送った。2000年に死去、以外は、圧死児に葬られた。ありがとうございます。